ます。フォトジャーナックレスのリュウです。今ですね、朝の7時ぐらいなんですけども、ちょっと大阪市内ね、雪が降ってきています。結構ね、もう寒いです。傘も持ってきてなかったので、まあ、こんな状態で。はい、こっちはね、今淀川、流層側にいるんですけども、まあ、あちらがね、梅田方面ですね。まあ、こんな感じで、まあ、雪といってもね、結構みぞれっぽい感じですね。じゃあこのままね、ちょっと梅田方面に、まあ、朝の散歩でもしようかなと思います。今ですね、α7S3 に SEL の2860をつけて手持ちで歩いている状態です。手ぶれの感じどうですかね。もうすぐね、この2860が発売されるんですけども、 α7C に、まあ、キットレンズとして一緒についているレンズなんですけども、僕はね、結構この α7S3 でも一緒に使っています。というものは、結構ね、このレンズ小さくて、ちょっとしたねスナップとかにはね、非常に便利なレンズです。で、画角は 28mm から 60mm なんですけども、まあ、スナップにはね、ちょうどいいかなと思っています。こういう風に動画を撮っている時もね、コンパクトで結構便利ですね。販売価格は多分5万ぐらいだったと思うんですけども、まあ、結構便利ですね。ではね、ちょっと GoPro の映像に切り替えます。はい、今ね、GoPro Hero 9のカメラに切り替えました。で、リニア水平で撮っています。はい、いかがでしょうか。かなり阪急の電車の音が大きいかなと思います。最近ですね、ソニーのカメラで、まあ、ピクチャープロファイルっていうのがありまして、最近悩んでるのが、ハイブリッドログガンマで撮ろうか、それとも S-Log3 で撮影しようか迷っているところです。で、先日ね、2つの動画をテスト撮影をアップしたんですけども、ハイブリッドログガンマ、ソニーのピクチャープロファイルという PP10 ですね。まあ、最近 YouTube とかでもね、 HDR 再生可能になって、まあ、iPhone12 とかでも HDR 動画ハイブリッドログガンマで撮影できるようになったので、ソニーのカメラでもね、前から撮れるので、まあ、その形式でYouTube にアップしようかなと思ってたんですけども、で、実際ね、ソニーのカメラでは僕プレミアプロを使ってるんですけども、まだね、プレミアプロはソニーのその
返して変換することによってプレミアプロでもね HUG 編集できるようになるんですけども、まあ、それはいいんですけどね、やっぱりの YouTube で HUG アップするとやっぱり技術関係になってはね、モニターとかですね、まあ、対応したいモニターだとすごい色が変になったりかなり眩しくなったりするので、まだ早いかなと思ってるんですけども、でそれでね、昨日は S ログ3をずっと昔撮ったね、昔というか前に撮った映像を α7S3 で撮った S ログ3ですね、カラーグレーディングしてたんですけども、実際ねこっちの方が、その S ログ3の方がうまくグレーディングできたらいい感じかなと思ったりもしています。なので S ログ3撮るとね、なんか僕の場合夜になると非常にノイズが増えてくるので、前にもねお話ししたかもしれないんですけども、12800以上感度を上げると多分リアルネイティブ ISO っていうのがおそらくね S3 には搭載されていますので、ノイズの切り替えが、ノイズの切り替えがあるので、まあ、キレク取れるんですけども、実際にそのね ISO8000 とか5000はなんとかいけるかなと思うんですけど、1万付近の時にかなりノイズが出るんですね、後ろを映ると。その辺をねどう処理しようかなと思うんですけども、まあそこはね ND 夜でもね ND フィルターをつけて12800付近で以上で撮影するかっていう感じなんですけども、結局のところは、S3 で撮ってる夜景、結構 YouTube にアップされてる方多いと思うんですけども、あえて結局ピクチャー撮られて、どの辺りで撮ってるんですかね。ET10 とかだったら、まあ、全然ノイズ少ないんですよね。S6 3に比べると。まあ、なので、その辺がちょっと、夜の撮影の時に S6 3が、ノイズが結構入ってくるので、まあ、どうしようかなっていう感じで迷っているところでございます。どうだろうかね、話してるうちにだいぶ梅田に近づいてきましたね。さっきまではね降ってたんですけども結構みぞれっぽくなってきましたね。このまま止んでいくのかどうかわからないですけども、とりあえず梅田方面まで歩いて行ってみます。はい、ということでね、今 α7S3 に映像を戻しました。まあ、今ね重曹大橋を渡って、まあ、梅田側に到着しました。このまま梅田に到着して、まあ、写真なり動画を撮って、時間あったらねどこかで休憩してまた戻ろうかなと思います。
今日の最後はこちらのスタバで終わりにしたいと思います。